こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、半妙さんの、この花咲や。問題は、私が説明したことは何か。それでは、どうぞ。あの時はろくにお礼も言えずにごめんなさい。偶然ってあるもんだ。3日前、朝のラッシュの駅ホームで、彼のダウンジャケットのボタンに、私の安物のファーコートが絡まってしまった。彼はその時自分のジャケットのボタンを引きちぎることで私のコートを助けてくれた。その彼が私がバイトしてる花屋の前を偶然通った。彼のアパートはすぐ近くらしい。それならばと一つの鉢植えを彼に渡す。お礼というのも変ですが、これ差し上げます。土が乾いたら水をやってください。部屋に一つ花があると全然違いますよ。それから、彼はたびたび店を訪ねてくれるようになった。僕、花屋さんなんか入ったことなくて。彼は店に来るたび、妙に緊張している。どうしてなのか、聞いてみると、実は色覚障害。つまり色の識別ができないんです。小学生の時、美術の授業がありました。僕だけ青い花を赤く描いてみんなが、笑いました。それから花ってどうも苦手です。その後も彼との交流は続いた。彼に誘われたメキシコ料理店のタコスは美味しかった。じゃあ次は私がご馳走するわね。部屋にお邪魔してもいい？私結構料理とか好きなの。彼の顔色が変わった。しまった。先走りしすぎたか。いや、一人暮らしだと言っていたが、女がいるとか？実は花が咲かないんです。え？もらった鉢植え、あれからずっと大事にしてました。でも結局花が咲きません。僕の水のやり方が悪かったんだと思います。本当にごめんなさい。ああ、そういうことか。安心して体の力が抜ける。私は彼に説明した。問題は、私が説明したことは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。